ラクトス S を作成するというアイデアは35年前の私の父から来ました。当時彼は自分の薬局を経営し薬剤師だったのですが、あまり健康的ではありませんでした。ある時私の父は重い病気になり入院いたしました。病院では彼を治療する解決策を持っていませんでした。そこで彼自身を治す最後の手段として断食をしている多くの寝たきりの末期がん患者に会いました。そこで彼は断食の概念が体の免疫システムを高めるのに自然な癒しの方法であることを発見いたしました。彼はデトックスという概念理屈に、研究をいたしまして、その過程にたどり着きました。そこで腸の浄化に注目いたしました。そして浄化を実践しますと彼の健康状態は奇跡的に改善され、それが彼をラクトス S の原型を作成する動機を与えました。彼は自分の会社を設立してみんなに簡単なデトックスの考え方を進めました。